はい、和田さん、はい、今回はこちらです。お、来ましたね、はい、リチャード・ダッド、はい、なんだっけこれ、おとぎの木こりの入信の一撃とか変なタイトルついてんだよな。うん、はい、これはなんかリチャード・ダッドってやばい画家だって巷で聞いたんですけれども、なんかコメントで言ってる人がいただろう。はい、なんか俺も見た、うん、なんかそのこの絵がお花とかに比べて人がちっちゃかったりとか、うん、何を描いてる絵なんだろうなと思って持ってきました、うん、ああ、これはあれですよ、妖精ですよ、妖精だってこれ現代がさ、フェアリーフェラーズマスターストロークで、確かこの、あ、そうか、妖精ってこれ放題に書いてないからだ。よくこれ出てくるの、おとぎの木こりの入信の一撃ってわけのわかんない訳してるからだ。それじゃわかんないもんな。これ妖精の国なんだよ。だから草むらの下にこういうちっちゃい妖精たちの国があるんだよ。でそこで木こりが木の実を割ろうとしてるっていう、そういう絵なんだけど、これはあのクイーンが歌ってますよ、バンドの。うっすら、こうもうクイーンがまさにこれ、あの現代がフェアリーフェラーズマスターストロークって言うんだけど、はい、そういう台の歌を作ってますよ、うん、フレディが、うんうんうん、クイーン2に入ってますよ。あ、そうなんですか。聞いたことない？へー、わかんないです。あの出だしがさ、はい、出だしがこの辺がこういうやつだよ。あるかもしれない。チチ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 ダーンジャンジャンってやつ。なんかあるかもしれない。うん、あれだ、フェアリーフェラーの神業っていう放題になってるね。それですよ、姉の歌詞ってほとんどこの中に何が起きてるかをずっと延々言ってるだけのやつなんですよ。でフレディ・マーキュリーがこの絵をテート・ブリテンで見て、それでインスパイアされて、でこれね、リチャード・ダッド自身がこれを解説するもう長いわけのわかんない詩書いてるのね。結構それなんかも参考にして書いた歌なんですよ。でこのフェアリーフェラーって木こりね、でここにいるですよ。あ、はい、斧を振りかざして、こうもうおじいちゃん寄らないと見えない。これね、この人、はい、斧を振りかざしてるでしょ、はい、でこの木の実を割ろうとしてるわけですよ。でそれをもうみんなが見てるっていうことですよ。でここにあのシェイクスピアの夏の夜の夢に出てくる妖精の国の王のオベロンとティターニアがいたりとか、この真ん中になんか魔術師みたいなのがいたりとか、草むらの陰にこういう小さい妖精たちがいっぱいいて、妖精たちの国でみんなこの木こりの神業でこの木の実を割るところを今見てますよっていう、まあ簡単に言えばそういう絵なんですよ、これね。この絵なかなかすごいじゃん。この絵なかなかすごかったりして、もう描いてるのも妖精とかいっぱい描いてるし、やばいよこの人って思われがちなんですよ。またある意味やばい人はやばい人なんですよ。この人精神に異常をきたして自分のお父さんを殺しちゃった人なんですよ。それで精神病院に入れられて、この作品も入院中に9年かけて描いた絵なんですよ。でこれそんな大きくないんだよ。これ54センチ ×34センチだから、これより一回りでかいぐらいのサイズなんだけど、もうそこにびっしり描いてるから、これはやっぱりやばい人の絵だろうっていうことで、なんかアウトサイダーアートみたいに言われてるんですよ。だけど俺は違うと思うよ。だってまずアウトサイダーアートとかさ、アール・ブリュットっていうのはさ、基本的に美術教育を受けてない人の絵なんだよ。アンリ・ルソーみたいな人のはアウトサイダーアートって言ってもいいかもしれないけれども、この人は美術教育受けてるんですよ。美術教育受けたプロなんですよ。でもう一つ、なんかこの書いてることがやばいと思うかもしれないんだけど、もしそれをやばいと思うなら、それはダッドがやばいんじゃなくって、イギリスがやばいんだよ。この時代のイギリスがやばいんですよ。
この絵っていうのはこの時代のイギリスにおいてはむしろ普通なんですよ。今日はちょっとその辺をお話ししていこうかなと思うんですけれどもね、まあ、このリチャード・ダッドって人は1817年にケント州のチャタムっていうところで生まれたのね。でお父さん薬剤師さんなの。ここにここにいるんで、これ乳鉢でこの薬、この人お父さんの肖像なんだよね。これ薬をこうゴリゴリやって、で薬屋さんで結構成功して、でロンドンに出てメッキ工場を経営してるんですね、このお父さんね。でそのお父さんのもとに生まれた四男三女の三男なんですよ。ところがこの四男三女7人いるじゃん。この7人のうち4人までが精神病院で亡くなってんの。それでお母さんが亡くなった後に、まあ、5歳が来るんだけど、その5歳に生まれた2人の、まあ、異母弟、お母さんが違う弟2人は普通なんだよ。だからお母さんの側に何かそういう遺伝があったのか、あるいはそのメキ工場やってるじゃない、やっぱりクロムとか水銀とかそういうことの影響なのかわからないんだけど、とにかく兄弟7人中4人が精神病院で亡くなってるっていう人で、もちろんダッド自身もそうだったのね。でこの人絵をどうしてもやりたくて、もう結構遅くなんだけど20歳の時に王立アカデミー附属美術学校に入るわけ。ジョン・エヴァレット・ミレーが十何歳だから入って史上最年少入学した、あそこに20歳の時に入るんですよ。それで23歳の時にはそこの写生コンクールで一等賞を取ったり銀メダル取ったりして、将来を嘱望された画家だったんですよ。で41年だからこれ24歳の時にこの眠るティターニアっていう真夏の夜の夢のね、妖精の女王のティターニアが眠ってるこの絵で、もう一つこの真夏の夜の夢に出てくるパックっていう妖精を描いたりと、これ2枚セットなんだけど、これ非常に評価されるんですよ。でこの絵も大概ですよ、よく見てみ、書き込みとか上の方にコウモリがびっちり、うわー本当だ、これコウモリだったね、コウモリびっちりいるだろ、はい、で下の方も妖精がうじゃ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 っているでしょ、はい、遠目から見たらすごい可愛い、うじゃうじゃうじゃって、もうこれを妖精がうじゃ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 って、ここにコウモリがビシャーってついてて、はい、だやっぱりさすがにやばい人だなとか思われるんだけど、はい、全然やばくないんだって、さっきも言ってるように、これ実はこのダッドが生きたビクトリア朝のイギリスっていうのはもう大妖精ブームなんだよ、で美術の世界でももうビクトリアンフェアリーペインティング、妖精絵画、ビクトリア朝妖精絵画、ビクトリアンフェアリーペインティングってもう1ジャンルができてるぐらい多いんだよ妖精の絵が。でどうしてこのイギリスがこう妖精そんなブームだったかっていうと、まあ、一つはイギリスってほらケルトの伝統が色濃く、ブリテン人はケルト人だから色濃く残ってるんだよね。でケルトは非常にこの妖精とか妖怪とかの文化が色濃いんだよ。それがこう北の方で残ってんだよ、ヨーロッパの岩手みたいなもんだよ、カッパとか座敷わらしとか、はい、ね、ちょっとこう アイヌ的な伝統の中でそういう妖精のコロボックルとかさ、ああいうのが残ってるように、イギリスもケルトの伝統で妖精の話やたら多い、妖精大好きなんだよ、キリスト教になってからも。もともとそういう伝統があるから16世紀の例えばシェイクスピアも夏の夜の夢とかさ、嵐とかっていう作品には妖精が大活躍するわけですよ。でまたスペンサーっていう人が書いた妖精の女王っていう有名な話もあったりするわけで、もともとが妖精好きなんですよ。でこの19世紀になってくると産業革命とか、あといろんな科学が発達してくるだろう。でそれに対する反動っていうのがあるわけだよ。
やっぱりその暗闇をなくしちゃいけないんじゃないかとかさ、うん、そう神秘的なものっていうのをさ大事にしなきゃいけないんじゃないかみたいな、何でも科学で割り切れると思うなよみたいなのが出てきて、だから妖精だけじゃなくてオカルトブームになるんだよね、うん、でそういうのが2つ、もともとケルトン伝統があって、産業革命とか科学の反動でオカルトブームがあった。でそういう土台があるから、イギリスって美術後進国なんだけど、ことロマン主義に関してはフランスよりちょっと早いんだよね。もう18世紀の後半からあの例えばシェイクスピアを題材にした妖精の絵とか、そういうのを描く画家が出てきてるんだよ。例えばこれはもう原始ウィリアム・ブレイクの作品だね。これも真夏の夜の夢のテーマに描いてる作品だね、妖精たちのダンス。それからこれがそのビクトリアン・フェアリー・ペインティングに一番直接影響を与えたと言われているフュースリーって、ヘンリー・フュースリー、まあ、ハインリー・フュースリーってスイス出身の画家なんだけど、これもまた真夏の夜の夢のシーンを描いた。これ妖精たち相当ごちゃごちゃいるでしょ、うん、こういう絵がもう18世紀から描かれていたんだよ。で19世紀に入るとさらにさ、これはあのいろんなところで言ってきたけど、ナポレオンがあちこち攻めていったもんだから、そのことによっていろんな国それぞれの民族意識が高まってきて、でギリシャローマよりもわしらはシェイクスピアだみたいな運動がさらに高まっていく。それから1829年にイギリスでカトリック解放令っていうのが出るわけだよ。それまでイギリス国教会しかダメだったのがカトリックも認めますよ。そのことによってイギリス国教会ができるよりもっと前のゴシックリバイバルが起きて、ゴシックブームが起きてるわけだよね。でこういうのが相まって、ケルトの伝統、産業革命の反動、早くから発達したロマン主義、それから民族意識の高揚、ゴシックリバイバル、これがあって19世紀に入ると大妖精ブームになっていくんですよ。でそんな中でもう一番有名なビクトリアン・フェアリー・ペインティングの中で有名な人がこの人で、この人ジョン・アンスロー・フェアリー・フィッツジェラルドとも、間にもミドルネームフェアリー入っちゃうフェアリー・フィッツジェラルドと呼ばれる、妖精フィッツジェラルドと呼ばれる人なんですよね。もうこの人はもう ほぼ妖精の絵しか描いてないぐらいの人なんだよ。でこの人の特徴はね、ここでだとよくがちょっとねボスっぽいんだよ。ちょっとボスピーストが入ってるんだよこの人、うん、こういう人もいたし、あとこれも妖精絵画では有名な、ジョセフ・ノイル・ペイトンっていう人がいるのね、うん、これもまた真夏の夜の夢のオベロンとティターニア、これ見てみ、このごちゃごちゃっぷり、うん、すごい、すごい細かい、すごいだろ、はい、その細かさとごちゃごちゃっぷりを見ると、この絵が特別変わったもんじゃないぞっていうのはお分かりいただけるかと思うんですよ。この中に妖精何人いるか知ってる？100人、惜しい、165人だ。でそれを数えたのは誰かというと、はい、ルイス・キャロルなんだよ。ルイス・キャロルこの絵大好きで、妖精何人いるか全部あの几帳面なルイス・キャロルが数えたから多分間違いはないと思うんだけどね。だこういう絵が普通に描かれてた時代なんですよ。だからダッドもそのおかしくなる前からもこういう絵を描いてたんですよ。でそれが当時のイギリスではすごい普通だった証拠に、この絵ものすごい評価されるんですよ。あ、ダッドってやついいねって、ダッドの妖精いいねっていう風になるわけですよ。でそのことがちょっとそのおかしくなるきっかけを招き寄せちゃったんですね、この絵の評判良かったのが。というのはですね、これ1842年だから、これ書いた次の年ですよ。あのニューポートっていうところの市長さんやってたお金持ちの弁護士のサー・トーマス・フィリップっていう人がいたのね、うん、でほら当時のイギリスの金持ちって大旅行グランドツアーみたいなのをやるじゃない、うん、でヨーロッパからギリシャ、それから中近東までの大旅行をすると、
でそういうところに画家を連れてくんだよ、あのほら記録を書かすために。その随伴画家としてリチャード・ダッドは大抜擢されて指名されるんですよ、それでついて行って、まあ、ヨーロッパ全土、それからギリシャ、それから中東イスラエルとかあっちの方まで行って、その頃のそのスケッチを元に描いた作品、まあ、こういう感じで中近東の記録絵画を残していったわけです、ところがこの帰り道のエジプトであれっていう感じになってくるんですよ、でエジプトにの神のオシリス神っていうのがいるんだけど、あのオシリス神が俺に話しかけてくるんですけどが出たのよ、ほいで、おいちょっとなんかダッドおかしくねみたいな、あの熱中症でしょみたいな、日に当たりすぎたんじゃないのみたいなこと言ってたんだけど、いやちょっとこれやばいみたいなことになってきて、それで送り返されるんですよイギリスに、ちょっとお前一回帰って病院行った方がいいって言って、で帰るんだけど、もうその頃には完全におかしくなってて、自分のお父さん、この薬剤、この人があの実はもう死んでてね、悪魔が化けてるんだと、悪魔がお父さんに化けてるって言い始めて、で悪魔を殺さなければいけないって言って、でお父さん呼び出して公園で殺した、それでそのまま逃げた、フランスに逃げるんですよ。逃げれたところもすごいなと思うんだけど、でフランスに逃げたはいいんだけど、フランスであの乗り合い馬車、まあ今のバスみたいなもんだよね、あれに乗ってる時にまた発作出ちゃって、あの悪魔がいるっつって乗客いきなり襲って、それで逮捕されて強制送還で、おいこいつ父親も殺してるぞっていうことで裁判にかかるんだけど、ああもうこれは明らかにおかしいですねっていうことになって、そういう人が入るベスレム精神病院っていうところに入れられるんだよ。これもベドラムっていって有名な病院なんだけど、でそこに入れられて、でそれが1844年27歳の時、27歳の時にその病院に入れられて、その後20年後に新しくできたブロードモア王立精神病院ってところ、バークシャーにできたんだけど、そこに移されるんだけど、まあ、どの道死ぬまでの42年間ずっと病院で過ごすことになった。で病院で絵を描き続けたという人なんですよ。でちなみに1970年にそのベツレム病院のところにベツレムミュージアム・オブ・マインドっていうのができて、病院で患者さんが描いた絵とか制作したアートとかそういうのを展示してるんだよね。そこにダッドの作品も展示されて、あと一部で有名な、あの猫好きな人は知ってるかもしれないけど、ルイス・ウェインっていう猫ばっかり描いた画家がいるんだよ。猫ばっか描いた、病院で猫ばっか描いてた、その人の絵なんかもそこにあるよ。まあそんな感じでこの絵も病院で描いたんですよね。でこの作品はよくしてくれた看護師さんに送るために書いてたんですよ。だからいろいろいろんな人に絵を送ってるんですよ。でこの前に、まあ、これの、なんていうのかな、前哨戦となる作品を書いてて、これなんですけどね、これもまたオベロンとチターニアなんですよ。どっかにいるんですけどね、ごちゃごちゃすぎてもう分かんないんだよな。オベロンとチターニアだ、これを書いてた頃のダッドがどんな感じかっていうと、やっぱり目がいっちゃってるんだけど、でも絵は普通なんだよ。でこのノエル・ペイトンの、このジョセフ・ノエル・ペイトンのこれと比べてなんか特に変化っていうと、そんなことないんだよ。絵としてはこの人普通なんだよ。だからそういう意味でもアウトサイダーアートではないんだよね、決して。この人でこんな絵ばっかり描いてたわけじゃなくって、いろんな絵描いてるんですよ。で、まあ、ちょっとこのやばい感じが漂ってるのでよく出てくる、これもバッカス祭っていうやつなんですけども、まあこんな絵あるよぐらいの絵ではあるんだよ。で例えばあと入院中にね、ずっとこの風刺ギガ、イギリスはこの風刺 の漫画みたいなギガが
昔から盛んなんだけど、そのパッションシリーズっていうのをずっと書いてて、その中の一つこれ、あの愛国主義者っていうんで、なんか架空の国を、自分たちの国がいかに素晴らしいかみたいなことを語り合ってる二人みたいな儀が書いてんだけど、絵自体はおかしくないんだよ。ところがさ、ここにさ、びっしりびっしり文章が書き連ねてあるんだよ。この辺がおかしいんだよ。ほいで、しかもこれが途中から支離滅裂になってくるの。途中から何言ってるかさっぱり分かんなくなってくるんだよ。で、これのあのフェアリーフェダーの説明の詩っていうのがあるって言っただろう、はい、それも途中からわけ分かんなくなってくるの。だからこの人の特徴として、あの普段の暮らしの時も至って普通なんだって。普通に話できてる。なんかのスイッチが入るとあれって思った時にはもう一気におかしくなるだって。だからこういうのも書いてる途中で何かのスイッチが入るとどん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 おかしくなっていっちゃうっていう、そういうタイプの人だったと思うね。だけど絵自体は決してそのアウトサイダーアート的な絵になってはいないんだよ。どれもそれなりにちゃんと教育を受けた人の絵なんだよ。これこんなやつにしたって、これ見る人が見ればこれはちゃんとやってる人の絵だなって分かる絵なんだよ。でこれなんかもう漫画っぽいけど、あ、これはあのプロの絵だなって分かる絵を一貫して描いてるんですよ。でそれどころか自分で一方的に描いて、あのお医者さんや看護師さんに送るだけじゃなくってさ、注文とかもされちゃっててさ、そのブロードモア王立精神病院に移った時にさ、そのブロードモアに劇場ができるっていうんで、劇場の壁画とかお願いしますみたいな。でこれはあのその劇場のあのドンチョカーテンね、はい、あれにこうタピスリーにするための下絵、ごく普通の風景画じゃない、はい、注文を受けてこんな普通の風景画とかも描いてるんだよね。だからこの人は確かにあの精神に失調をきたして精神病院、一生精神病院から出られずにそこで亡くなった人だけど、でなんか突然スイッチが入り出すと急におかしくなる感じの人ではあったけど、絵自体は決しておかしな絵は描いてないんだよ。それでこういう変な絵だと言われているような妖精の絵にしたってね、このビクトリア朝のイギリスにおいては決して特に変わったものを描いてはいないっていう。だからこれをおかしいというのなら、ビクトリア朝のイギリスがおかしいんだよ。ダッドがおかしいんじゃなくてっていうことなんですけどね。でまあおまけとしてですね、当時のイギリスがいかにそのどうかしている妖精ブームだったかっていうことを物語る事件として有名なのが、これもう20世紀になってからビクトリア女王亡くなって第一次世界大戦がガンガンやってる最中なんですけども、その時にコティングリー妖精事件っていうのが起きたんだけど、うん、島崎さん聞いたことある？和田はなんかあります。あ、聞いたことあるでしょ、はい、コティングリーっていうのは地名なのね。西ヨークシャーにあるコティングリーっていうところに住むいとこ、女の子、いとこ同士の女の子2人、フランシス・グリフィス9歳とエルシー・ライト16歳が写真撮ったら妖精が写ってましたと言ったわけですよ。でこれ1枚だけじゃなくって、1917年から1920年までに5枚撮影してるんだよね。でその1枚目、最初に話題になった写真がこれなんだよ。これがあのちっちゃい方かな、フランシス・グリフィスの写真撮ったら妖精が写ってましたってね。これはさ、もう見れば絵ってバレバレなんだよ。どうですか？あ、そうですね。めっちゃ描いてるだろ、はい、めっちゃ紙切り抜いてるだろそれ、はい、よくよく見ればめっちゃ紙切り抜いてるんですよ。ところがこれを結構だからイギリス人は信じたんだよ。で一番有名なのがあのシャーロック・ホームズシリーズを描いたサーの称号を持つサーアーサー・コナン・ドイルがこれ信じちゃったんだよ。なんかコナン・ドイルの子孫の人はさ、いやドイルは信じてたわけではん
なくてね、少女たちは嘘を言ってないということを言っただけだとかって言ってんだけど、あのコナンドイル結構そういうオカルト好きな人で、シャーロックホームズシリーズにもよくあの心霊ものとか出てくるんだけどね、だからもう信じちゃっても不思議ではないんだよね。そのくらいイギリスっていうのは妖精好きなんだよ。日本のカッパ好きなんてもんじゃないんだよ。そのぐらい妖精が好きなあの風土なんだよっていうことなんね。でちなみにこの人たち結構長生きして、1983年になってこの写真が出て、もう60何年経ってから、ごめんなさいやらせでしたって髪切って作りましたって告白したんだけど、でも5枚目だけは本当ですってまだ言い張ってんだよ。その5枚目っていうのがこれなんだよね。薄い、この辺にいるんだよ。よく見るとね、何人か見つけられると思う。これは本物だって言い張ってるよ。どう思う？どう？2、3人いないか、妖精。なんかこことかにもいる。そこいるよな、うん、でそこいるよな、うん、これも、というわけでね、未だにこれはね、これだけは本物だみたいないやー、これで見ると怪しいねって、ただピン甘くしただけじゃないみたいな感じなんだけどさまあそのぐらい妖精大好き国民なんだよ、イングランドは。で実はこれあの日本人も好きだよね、はい、決して嫌いではないよね、はい、カッパを信じてるところの和田さんも決して嫌いではないでしょ、こういうの。好きです。だ多分ね、あのすごくそこ波長が合うんだよでこのだから妖精学の大家の方お一人日本にいらっしゃるんですよ。それ井村君江先生っていう、あの人最後は明星大学の名誉教授だったからかな、英文学者の方なんですけどね、これも大変なあの栃木の名家のご出身で、あの版画家で詩人でもあった川上澄夫に英語を習って、青山学院大学で日夏幸之助っていう偉い英文学者がいるんだけど、日夏幸之助先生の愛弟子だったっていう筋金入りの妖精学者がいらっしゃって、でこの方がですね、あの宇都宮に宇都宮妖精ミュージアムっていうのと、それから福島の金山町っていうところで妖精美術館っていうの、これどっちも井村先生がやってんだけどお持ちなんですよ。でそこに行くと、さっきのコティングで妖精事件の写真とか、あとこの辺のペイトンとか、あのフェアリー・フィッツジェラルドの作品とかもありますよ。井村先生持ってるんですよ。だから妖精がお好きな方はですね、ぜひ宇都宮の妖精ミュージアム、金山町の妖精美術館と訪れてみてはいかがでしょうか。あとまた井村先生がその辺の本いっぱいお書きになってるんでね、読んでいただければというふうに思います。